らっしゃいませ。いらっしゃいませ。何やってんだお前ら。当店はカップ焼きそばの名店でございます。カップ焼きそば。お前らカップ焼きそばって、自分で手軽に作るもんだろうが。ちっちっち。うちの店のカップ焼きそばは一味も二味も違いますから。厳選された香辛料で作られた濃厚で芳醇なソースが食欲をそそりますよ。まあカップ焼きそばなら失敗はねえだろ。それでは早速調理していきましょう。思いっきり既製品じゃねえか。はい、それじゃあ作っていきますよ。おい、この手どこかで見たことあるんだが。ゆっくりそーっと。まずはこの選びに選び抜かれた麺をカップに移します。力加減明らかにおかしいだろ。強靭な麺なので多少の衝撃は耐えられます。麺等か。失敗、そういうゲームなのこれ。そう、麺を器に入れるだけなのに。難しい。難しすぎるぞ。そして麺が。つかめない。やめちまえ。仕方ない。大盛り焼きそばは諦めて普通盛りにしよう。そうだね。麺が言うことを聞かないんじゃしょうがない。言うことを聞かねえのはお前の手だろうが。さあ1538度まで熱したお湯を注ぐわよ。やかんドロッドロになってるわ。お湯にもこだわって、富士山の天然水を使っています。公園の水道水じゃねえか。お湯の量は麺が浸かるくらい入れましょう。あ、ちなみにこのお湯は無限に出てきます。どうなってんだ。さあお湯をかけたらしばらく待つわよ。ああ、お湯が暴れて。暴れさせておきましょう。危ねえわ。この緑色のゲージが溜まったらお湯を切ります。早く早く。爆発したんだけど。え、焼きそばって爆発するものじゃないの。するわけねえだろうが。しかもなんだよこのポテトみてえな麺は。え、これが焼きそばでしょ。お前ら本当の焼きそば知らねえだろ。そしたらこのポテトの湯切りをします。穴開けなくてももう開いてんだよ。蓋はなしでも全然大丈夫ですがお飾り程度に置いてあげます。蓋閉めねえと流しに麺ドバーってなるだろうが。蓋閉めたら流れたー。焼きそば自ら滑っていったぜ。作り直しじゃー。もう容器は信用できないぞ。ええ、あんな滑るものだと思ってなかったわよ。でも容器使わねえと焼きそば作れねえだろ。その心配は無用さ。そうそう、もっと頑丈で絶対に滑らない場所に置けばいいんだもの。うわー、流しに置くやつがいるかー。どうせお湯を捨てるんだし、最初から流しに入れておけば楽ちんだよ。衛生面ガン無視だけどな。これにお湯を注ぐと。注ぐと。何も起きないじゃないのー。仕方ない、使いたくはないがこの容器を使おう。これだったらちゃんとお湯を注げるぜ。ち、容器目内心笑っていることだろう。お湯を切るときにテーブルにお湯がかかって滑りやすくなるから、先にソースとふりかけを手前に置いておくよ。ふりかけの青のりの量が鬼のようだな。そしたら慎重にお湯を持って流しにぶちまけましょう。あれ、おかしいな、お湯がたまらない。これ、ちゃんとテーブルに乗せてねえとダメなんじゃねえか。ぐー、焼きそばー。おとなしく真面目に作ろう。そうね、ただ麺爆発防止のためにお湯を注ぐ前に蓋をするわよ。カップ焼きそば作るのにこんなに大変な思いをしたのは初めてだぜ。さあしっかりお湯を注ぐわよ。これ思ったんだけどさ、麺が爆発さえしなかったらもっと簡単に作れるよね。普通の焼きそばは爆発しねえからな。よし、作戦大成功だよ。皆さん、爆発する焼きそばには蓋をしてくださいね。そんな焼きそばここのやつくらいだ。飛び出さないでくれよ。おとなしくおとなしく。なんで麺をなだめてんだ。ああ、ちょっと開けちゃった。蓋を吹っ飛ばす勢いなんだぜ。おーおー、ちょっと飛び出たけどほとんど残ってる。それじゃあ急いで湯切りだ。がっつりお湯に手が触れてるけど大丈夫なのかよ。多少こうなるけど大丈夫大丈夫。それ全然大丈夫じゃねえよ。緊張の瞬間よ。ここで盛大にぶちまけたら今までの苦労が水の泡だぜ。うおお、湯切りー。何この切り方。よし、湯切り成功。いやー、なんかわからないけどバシャバシャしたらできたね。すげえ荒ぶってたんだぜ。このテーブルかなり滑るからお箸を確保しておくわよ。箸まで流しに入れやがった。それじゃあいよいよ最後のトッピングだよ。ソースをかけないとただの麺になるからね。ソースが逃げ出したんだぜ。まああいつは最後に回すか。先に青のりをこれでもかってくらいかけるわよ。青のりの滝かよ。あ、じゃがりこのサラダ味みたい。巨大じゃがりこ、売れそうね。これ焼きそばだろうが。あとはソースを麺にかければ美味しい焼きそばの完成だよ。このソース気持ち悪。流し台で作って正解ね。うんうん、滑らずに安定して作れるよ。おい、この焼きそばって一体誰が食うんだ。それはもちろん。マリサ、嫌に決まってんだろうが。でも誰かに食べてもらわないと。あれ、なんだかとてもいい匂いがしますね。この声は。僕ちょうどお腹ペコペコだったんですよ。委員長、この焼きそば食べてもいいよ。
おお、本当ですか。では遠慮なく。ちょ、おい。院長。目が覚めると、僕は真っ暗な部屋にいた。なんだ、誘拐されたのか。おはよう。これからテストを開始する。誰よ。テストってなんだ、ここはどこだ。ルールは一つ、赤いボタンは絶対に押すな。赤いボタンを押すなだって何を言ってるんだ、ここから出してください、僕は叫んだ。いいか、赤いボタンは絶対に押すな、それだけだ。こいつ全く聞き耳を持たないわね。だから何言ってんだ、帰りたいんですけどー。すげえ間抜けに聞こえるぜ。赤いボタンを。押すなって言われたのに速攻で押すやつがいるかー。ひぃ、すんませんすんません。いやー、まさか押すと爆発するとはね。てっきり押したら上から紙吹雪が降ってくるのかと思ったよ。なんで祝われてんだよ。監視カメラがある。誰かに見られてんだろうな。見たって何も面白いことないのに。当然扉は開かないね。真っ白い部屋に閉じ込められるってすげえ怖いな。このドンとの文字が少し変よね。まだわからねえがきっと何かに使うことになりそうだな。あ、ドアノブが取れたよ。ちょ、ガチャガチャやるから。でもこれって最初から取れる仕様なんじゃない。このドアノブを何か別のことに使うってこと。よく見ると、先っぽがドライバーみたいだな。ほら、きっとこのドライバーを使ってドアをぶっ壊すのよ。ドライバーの使い方間違ってるわ。ホームセンター先生。ホームズだよ、ホームズ。ホームズセンター先生、ドアが壊れません。誰が混ぜろって言ったよ。このドライバーの威力じゃドアは壊せなかったわね。力技で脱出するゲームなんて聞いたことねえよ。おいマリサ、プレートを取り外せたぞ。この助手すげえ偉そう。なるほど、ドライバーはこう使うのか。お前よくそれで探偵名乗れるな。あ、確か壁に変なくぼみがあったわよね。あ、ここの壁だぜ。ちょっとプレートをはめられるかやってみるね。ビンゴ。くぼみにプレートがぴったりはまった。右の方から音がする。なんだ。ああ、ボタンが増えた。赤いボタンの次は黄色いボタンかよ。黄色も押しちゃダメみたい。それならどうして出てきたんだろう。きっと何かが隠されているんだぜ。あ、ここのプレートも取り外せたわよ。こっちのプレートは無理だな。ってことは、この取り外したドンとお壁に。よし。また何かが出てきたんだぜ。あ、またボタンだ。あら、今度は青いボタンよ。赤、黄色、青。まるで危険信号を表しているみたいだな。くぅ、青なら大丈夫だろうと思ったけどカバーが。このカバーの鍵を見つけないといけないね。何か不審な場所はないか。このドアはさっきと変わらずって感じね。赤いボタンも同じだよ。ん？どうかした？このボタン、もしかしたら押しても平気かもしれねえぞ。でもそんなことしたら。そうよ、私がさっき押したの見たでしょ。うわぁ、何をしてんの。ふぅ、だから言ったろ。そうか、このボタン、プッシュって書いてあるから。まあ半分かけだけどな。あ、さっきの音で変な文字盤が出てきたよ。緑のよくわからない記号が怪しいわね。そうだなぁ、どうやったらパスがわかるんだ。Google。カンニングー。この変なドンとのプレートが怪しいわ。ここで使えるのかな。使えたー。プレートのおかげで数字が浮かび上がったぜ。さすがホームズ先生。まあこれくらい名探偵の私にはちょろいちょろい。鼻すげー伸びてる。お、これってもしかして青いボタンのカバーの。ああ、カバーの鍵だろうな。オープン。やったー、これで押せる。おい、開いたからって押しても大丈夫ってわけじゃ。監視カメラが爆発した。なんだよビビらせやがって。うわぁ、間違っちゃったかな。いやいや、これで犯人にはこっちの映像が届かなくなったよ。ふっくっくっく、覗き見なんかするからよ。カメラの破片の中に、何かある。ボタンのようなレンズを拾った。え、ボタンのようなレンズ。ボタンなのかレンズなのかはっきりしなさいよ。さあこのボタンレンズをどう使うのかな。ボタンレンズ単体では使用できないようだぜ。このボタンを押した時に下に出る緑色の丸が気になるわね。一体それは何を表しているんだろう。この注意、止まれ、進めの暗号も気になるよな。悩んでいるようだからここで私からヒントをあげるわ。注意、止まれ、進めはボタンの色のことを指しているの。ボタンレンズは何かと組み合わせると一つのものになるわよ。もったいぶらずに答え言いなさいよ。謎を解く楽しみ一切ねえだろうが。あ、でもこのボタンレンズは何と組み合わせるか、少し分かったような気がするよ。多分このドアノブに、ボタンレンズを。おーおー、くっついた。ワトソンくんなかなかやるねー。いやいや、こんなのちょろいですって。こいつも鼻伸びてる。早速ドアノブを元に戻したわよ。これで何かが起こるはずだぜ。201って数字が出たよ。
わかった、この数字はボタンを押す回数よ。さっきのパチュリーヒントで言ってたやつか。ってことは、黄色が2回、赤が0回、青が1回だね。これできっとここから脱出できるわよ。いやー、よかったよかった。犯人の目的はわからなかったけど、生きて出られるだけでいいよね。お、何やら動いたみたいだぜ。これでこの部屋とはおさらばよ。ドアが開いた。薄暗い通路の先に、光る出口が見える。やったー、これでやっと自由だ。本当によかったわ。でも、これは何だったんだ、なんで僕が。まあいいか、さっさと出て帰ろう。僕は光る出口へと進んだ。また部屋。そんな、嘘でしょー。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、意外と難しいゲームだぜ。みんなも挑戦してみてくれよな。それじゃあ次回も勝負しようぜ。